どうも皆さん、キミ F です。積みゲーをクルスキャストして、グライム、続きを遊んでいきたいと思いますが、そうですね、とりあえず、まあ、終盤だろうということで、一回、過去のマップに戻って、で、ここでやめたことになったのか、どうしようかな。過去のマップに戻って、ああ、そうか。ちょっと待ってくださいね。これでいった？いや、行ってないな。過去のマップに戻って、取ってないアイテムとか、行けてない場所とかに行こうかなと。あ、行っていった。思っているんですが、こっからどう戻ればいい？下に行きたいんだよね。まあどっちでもいいんだけど、近い方はここに行きたいんだが、これ行けんのかな？行けないね。あ、行けたわ。戻れんのかな、このまま。くそ、ここ自殺できないんだよね、回復しちゃうから。過去のマップに戻って、取れるアイテムは取る、取れないアイテムはもうしょうがないということで、諦める。まあ、アイテムかはどうかは分からないです。もしかしたら、倒してないボスとかがいるかもしれないし、まあ、要するに、そういうのを、ああ、ここ、こういうことか。戻れないんだったらもう、戻れないんだったら、ああ、まあ、いいや。破壊する。ということで、まあ、探索がただだただだ多い回になる可能性もありますが、まあ、いいでしょう。深部から来てるんだよね、こうしてみると。ここが一番深いところだったんだね。ああ、どうも。これ、グライムっていう、いわゆるソウルバニア、ソウルライクでメトロイドバニアっていうゲームなんですけど、もう多分ほぼほぼボスラスボスしかいないと思うんですよね。なんでここに行けって言われてんだけど、ここへの道がもう繋がっちゃってるんで、なので今過去のエリアに戻って、で取れてないものとかを取っていこうっていうのをやるとしてました。そうですね、久しぶりですね。ただなのでちょっと戦闘がないと思う。あったらいいなもあるけど、あ、ここだ。ただこのゲーム本当にメトロイドバニアでソウルライクなんですけど、アイワナ系みたいなのが、おい、やっぱりこれいけないよな。そう、アイワナ系的なアクションステージがかなり多いので、どう行けばいい？二段ジャンプはできる今。いや、違うんだよな。探索メインというか、本当にこういうなんか、アクションパズルが多いんですよ、このゲーム。なので、一回そこに挑んでみて、分かんなかったらもう、やめようと思ってますね。いや、違うんだよな。ここは本当にもうスタート地点の最初の方にあるところなんですけど、こういうこと？ああ、もうちょっとでゴールだな。取り方が未だに分かっていない。そう、戦闘がめちゃくちゃ多いんですよ。で、戦闘めちゃくちゃ楽しいんですよ、このゲーム。で、探索も楽しいんですよ。ただこういう急に合間の系のアクションステージが出てくるんですね。探索してシークレットを取るとかなると、なんか
ていうのは正直あんまり面白くないので、俺は俺の好みじゃないってだけなんですけどね。ちなみにここ一番最初のところなんですけど、なので今回はそうですね、戦闘が極端に少なくて今みたいな試行錯誤が多いかもっていう枠になるかもしれないです。ただ何度もやってダメだったらやめようかなと思ってます。だから、あ違う、一回いやまだ復活する前にこうやって、あ遅いな、ちょっと待って、ここでこう、ゴールが見えたんだけどな、いやーいいや、分かんないからここはなし。正直の戦闘は楽しいし探索も楽しいから 100% クリア目指したいんですけど、そういう要素が多くて、あれこれ下行ける、あーでもここに繋がってるだけか、そういう要素が多すぎてちょっとそこの 100% クリアを目指すのはやめようかなって今なりました。でもこの面はあとは近場にはここだな、行ってないの、今のところはまだマシっていうか、ゴールが見えたじゃないですか、すぐ近くに。だいたいゴールが見えなくてあんだけ長いみたいなのが多いので、このゲームは。あこの辺りも行ってないのかな、行ってないのか行ってないのか、ただ単にマップが読み込まれてないのかが分かんないんだよな。ただ多分全部の能力を持ってると思うんだよな。今二段ジャンプが最後にアンロックされた能力なんでね、このゲーム。あー広いのはすごく広いですね。で単純に楽しいんですけどね、楽しいんですけど、その結局最後の最後に残ったのがこういうのを潰していくっていうやつだったんで、あーあ違うな、向こう側だな。この上か、ここなんかいるかな、なんか行ったのか、多分強いやつが行って、あーこっち側からじゃないな、これほんと戦闘はめちゃくちゃ楽しかったですね、このゲーム。過去形になっちゃったけど、多分もうラスボスだけだろうと思ってるから、いわゆるソウルバニアっていう、ソウルライクとメトロイドバニア足してるやつは、下があるな、下行けんのか、行けないな。そうですね、マップを常にどっかに表示させるはないですね。あれソウルバニアだとソルト&サンクチュアリーもやりましたけど、ソルト&サンクチュアリーも面白かったですけど、戦闘って意味ではこっちの方が面白かったかな。全くどういう話か分かんないんですけどね、このゲーム。主人公が何者かも分かってない、なんか崇拝されてるのも分かってる。ここ最初のボスがいたところだ。でここだ、この上に行けてない。あそういうことか、はい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 、これ通ってないってことはここ来てない。経験値、ソウル、ソウルでいうとこの、なんとかのソウルってやつですね。今これは嫌だね
あ、やべ、ビビりすぎた。で、ここ初めて来てるな。これなんだ、なんかこれ意味深だな。意味深だけど、あ、いけた。ちょっと待って、こっち生きる肉、これは多分あそこに、うわー、割と広いな。こういうのやってて、実は倒してないボスが出てきたりしたらいいんですけどね。そういうのはちょっと、敵がいた。ちょっと全部当たった。ちょっと待ってくれ。赤いやつはカウンターを取るゲームなんですけど、カウンターを取れない攻撃とか取れない状態とかがあるんですね。あいつがいるだけか、あいつがいるだけ、本当に。新しい敵だった。いや違うな。ちなみにボスもね、本当はこういうあの怪獣みたいなやつもいっぱいいてね、楽しかったんですけどね。怪獣と戦えるゲームはいいですね。この下、くそ。あ、いっぱいいるね。当たんなかったね。でも最初の方にいる敵だから一発なんだよな。あそこ登れる。まさか。え？くっ、あー、でも死にゃしないからいいか。あー、武器だ。今武器もらってもな、さらに上があるな。どういうことだ。これ以上ジャンプ力はないぞ、私には。うん？あー、これで回収しろってこと。これで引き寄せられるんですよね。あ、じゃあ最初のところもこう引き寄せかな。引き寄せられるんだけど、ネズミ返しみたいになって引き寄せられないな、あれ。さらに上から来れる？さらに上はないんだよな。違うな。いや違うな。え、あれわかんないな、本当に。あれわかんないぞ、取り方が。うん？どっかに引き寄せられる何かがあるわけでもなし。いやー、あれはわからないな。ちょっとあれもやめるか。いやー、もう能力はない気がするから、今持ってる何かでできるんだろうけど、そういうパズルを何度もやるっていう話になるのかな。そこまでのモチベーションが今ないんだよな、このゲームに。探索と戦闘だけは本当に楽しかったんですけどね。あー、この上か。最初のところ一回ちょっと戻って、あ、間違った。戻ってみよう。相手を引き寄せる能力を
手に入れてるんですけど、あんまり使ってないから忘れてた。でもあの上のやつアイテム引き寄せるじゃない気がするんだよな。仮にそうだとしてもこうイライラ棒みたいなのも多いんですけど、このゲームイライラ棒みたいなことやらされるんだったらと、あいつ起こしちゃったな。あーマジか、イライラ棒みたいなことやらされるんだったらやめとこうかな感もあるんですよね。あーちょっと早かったな。多分ダッシュジャンプ空中ダッシュ引き寄せかな。いやーずいぶん早く落ちたな。違うな。いやギリギリで届く、あ届きそう。これだな多分。これだけどこれか。違う、空中ダッシュ空中ダッシュ地上降りて空中ダッシュ空中ダッシュだな。いやー地上に当たっちゃうね。じゃあちょっとでも触ったことになるのかよ。じゃあこっからやっぱり復活するタイミングで、まず理想の動きができてないしな。これで復活しそうになってるタイミングで、あこれでこういって、あそうっぽいな。この辺りからこう行って、こんなのの連続なんですよね。しかもこれはまだマシな方っていうね。ちょっと早いな。うまくいかないなぁ。いやぁ。まずこれ、この一瞬で回復できる玉転が多分もうちょっと手に入るんだろうけど、それを落としてくれる結晶トカゲみたいなやつですらほとんど倒せてないですしね。それを倒しに行くのもやるんだけどな。ちょっと早い。いやダメか。多分答えは合ってる気がするんだよな。ギリギリまで行って引き寄せるだと思うんだよな。もう一回だけやろう。もう一回だけやろうっていうのはこのあの HP が尽きるまでです。あいつ絶対なんか落としてくれるな。触っといて、この辺、あ間違った、まあいいや。でちょっと早かった。10秒ね。1,2,3,4,5,6,7,8,9
3、4、5、6、7、8、間に合った、 OK。 あー武器か、マジでもう戦闘はラスボスでしかないんだったら今武器が手に入ってもらうんだよな。まあいいや、1個はクリア。あの上にあるやつはやり方が思いつかん限りはいいや。ああマジですか、なんか俺もそっちに手出そうかなってさっき思ってますね。 あまりにもなんだろう、日本全然入ってこない、日本に入ってこないけど日本に入ってきたのをなるべく見たいなっていうふうに思ってるんですけど、それこそこれ見たいんだけど日本に入ってきてねえなっていうのを見てたら10年以上前の作品から見たいのがあるんだよね。ああそうだ、ゾンビ手帳さんは俺も昔からあそこ見てますわ、ね、昔からそのゾンビ手帳さんでどこそこで公開ってなってるやつを、ああこあのあ日本に入ってこないかなと思ったら入ってこねえなっていうふうに思ってるんで、この辺の敵も大体こいつがすっごいエイブアゴーゴーに出てきそう、この犬が。この道中にはないっぽいな、あの上見たんだっけが、見たけど途中で行けなかったんだっけか、ここ行ってるけど行ってるけど道中が取れてない系かな、そこは。どこ、どっち、これそこ乗れる、乗れないな、そうですね、ゾンビ手帳さんも昔からすごいいろいろやってくださったんですからね。でたまにあそこか、例えばクローバーフィールドの公開前のすごいいろいろとわざと公式がいろんな情報を出して情報を錯綜させてた時の空気感はゾンビ手帳さんの過去ログを見るのが一番わかりやすいっていうぐらいそのころあたり追っかけてくれてたりしてるから、そういうのもね重宝するんですよね。ここ来てない、見たことない、あれどっちだ、上と下があるな、あれは多分だけど、そうだよな、どう行くんだ、下に行って上にから戻ってくるだな、これマジでこんなんばっかなんですよこのゲーム。あそこだ、戦闘はマジで楽しいんですけどね。あハウスバウンドめっちゃ面白かったですね、これ経験値か。あっちはあっちでなんか生き方あるな、でもあそっち側、あこっち側だ、ハウスバウンド、あんなにやっぱりあの人はドラマを、あこっちからも来れるよってやつか、これはドラマを描くのが丁寧でいいですね。あやっぱ触っちゃうか、まあいいや、そこだな、だってめっちゃネタバレになるから言えないけど、同じジャンルで全く同じ設定の映画とかあるわけじゃないですか、オチで、オチっていうか実は事の真相はっていうので考えれば、でもすごいちゃんとドラマを描くからめっちゃ見応えあったし、着地点もいいし、あここか、思い出した、
これ奥行ってんのかな、俺行ってないかもしれないな。これちょっと見てみるか。あーでもそこだな。いや来てるなこれは。やべ、赤いやつはカウンターが取れないんですね。でこういう風にカウンター取って戦う戦闘が多いっていうのがこのゲームの特徴だったんですが、なんかこの辺り俺言ってないことになってるけど本当に言ってないのかな、これ読み込めてないだけな気がするな。イアノスってこの辺りは本当に、ああこの辺は行ってないんじゃないかな。グルームネスとか真っ暗なんだよなここ行くか一応。もう敵もね、敵がいてくれると楽しいんですけどね、いないんだよな。ちょうどその下か、なんか待ってんなここ。倒せない、あれ埋まってるんじゃないのか。もうそう、うん、初めて会ったなこいつ。もうそうなよ、うん、奥にいるな、うん、ただこのゲームの NPC 言ってくると大体支離滅裂なんですよね。あ、ここにいたやつらが下に埋まっちゃってるってことか、その下のやつは。まあなんか私はいろいろとこいつらがマザーって崇めてるやつを殺したりとかしてますからね。うわーマジか、なんだ、あ、爆弾埋めてたんだ。え、いやなんかごめん、うん、でもそっちのエリア、まあ行ってるっちゃ行ってるっぽいなこれ。あー、この辺りは、あーでもボス倒した後のエリアだなあそこ。じゃあ行ってるよ多分。どうしよっかな、まずあんなに見てないイベントもあんのか。ヒースターの巣にたどり着いちゃった。こっち見るか。じゃあここは多分見てないところがいっぱいあると思うんですよね。いやでもそうでもないのかな、隠しボスみたいなの通しちゃったからな、ここ。あ、ここか、ここだな、ここ確か全体見れてないはず。じゃあ一旦下に降りていくか。取り逃しがない、ちょっと待って、危ない危ない取り逃しがないかを見ながらでも取り逃しはないんじゃないかな。あれなんかまた嫌な生まれ方してるな。あ、やっぱりいたえ、これ何、追いかけてきてるのこれ俺のことを。捕らえた、うん、まあ倒したやつは基本的に吸収してるからそういう意味かな。これ待ってるの全部爆弾なんだろう。それが古い痛みとか言われてるやつ。ちょっとじゃない。待って、こういう隠しイベント全然見えてないぞ。そうしたら、あれだっけ、あ、なんか無駄に持ってしまった。あれだけ？
たまたま私が発生する場所を通過しただけなのか、それとも追っかけてきてるのか、あいつは。この辺りのエリアでも別に普通にビーコン置いてあるからな。多分、あーお前普通に待ってたのか。こいつも敵。早い。あーまだカウンター取れないんだ。 HP ゲージが赤いところまでいかないとカウンター取れないんですよ。あーこいつあれだ、防御持ってるんだった。あー倒しちゃうな、強すぎて攻撃力が。なんだかんだ言ってでも体力は使うなあ。あーそうだ、こういうダメージゾーンの下にアイテムがあったりするのを取れてない気がする。取ったり取らなかったような気がする。ここアイテムあったっぽいな。なんかまだいたか。うん、あー向こうから来たのか。そういうのは見なきゃだな。それはでもこことあとナーブルートって場所に、ナーブルート見なきゃだ。ナーブルートのさっき言った結晶トカゲみたいなやつ倒してないや。やっぱり読み込んでなかっただけか。読み込んでなかっただけだけど、行くのはこの下のエリアなんでね。こっち側から行けるかな。あーこれあれですね、さっきあのバルチャーっていうボスの亡骸ですね。これが亡骸がまだあったか。バルチャー戦は楽しかったな。一回ここで拠点にしておいて、ここに行ってないんだけど一旦下に降りて見てみるか。その下だよな。ここにもカニの怪物がいましたね。ん？これはナーブパスの方に、ああいいのか、ナーブパスの方に行くでいいのか。これただ向こう側から破壊するってことは向こう側に行く手段がある。こっちが行く手段がある。この辺が怪しいんだが、これもうなくていいんじゃね？あ、出さなきゃダメか。こういうの丁寧に、まだそういうことやってくる。あ、くそ。あいつは盾を破壊しないとまずダメ。こいつはとにかく早い。あ、思い出した。砂漠にももう一回戻んないと。砂漠にあれだ、あの全然行きづらい二段ジャンプが取れたからやっと行けるとこがある。これは多分隠しアイテムがあった。その下の空間か、
下の空間は行ったことがあるってことはどっかから入れるんだな。違う。多分ここは隠しアイテムがあっただけだと思うんだよな。あーこっち側に来ただけだな。待って、あの上行けるぞ。なんかそこあるな。なんかそこあるな。あれ上から来る場所っぽいな。そこのゲロの道を通らないとダメ。あ、やばい、ここダメだ。抜けていけるな、多分。だうわー、アイスリスポンするんだ。で、回復アイテムがない。どうしよう。あぶねー。ああいう系の敵なんですね、このゲームに出てくるのは。なんか骨とか人体の一部とかをで構成されてる時。ああ全部食らっちゃった。こいつでも全部カウンター取れるんだよな。で、美味しくないんだっけか。ああ94しかくれないんで美味しくないんだ。ただカウンター全部取れるから、このカウンター取ってると左上のあの情熱っていうステータスなんですけど、あれが上がってくんで、そういう意味では美味しいか。ちょっと待って、これの隠しボスがいた場所、空間だな、この辺。あーそこ、ん、この下のエリアから行ける？あー、あいつ倒しとくか、ちょっと危ないから。ちょっと硬いなこいつ。だいぶ序盤からいた敵だと思うので、あんなに硬い個体だったのか。この辺り怪しい。なんかカメラがそっちに行くの怪しいな。ただでも行けるわけではない。その下か。いや行けるわけじゃないな。でその下に降りれるわけでもない。でもここなんだよな。俺この空間どうやって行ったんだろう俺。明確に行ってない場所なんだよな。それは行きたいな。こういうところ関係ないな。俺だったらそのゲロ入ってるところとかに、やめちゃうでしょ、危ない危ない。ゲロ生えてるところとかに道を作るかな。いや違うな違うな。
攻略見ないとどうしようもないかな。忘れてたお前のこと。ん？向こう側に道があるな。お前向こう側から帰ってきたな今。お前向こう側から帰ってきたな。あ、こっちに道がある。けどこれで終わりか。これで終わりか。終わりか。まあでも確かにこの場所じゃないんだよな。これは多分ここだけなんだけど、ここがわからんな。本当に行ったことあんだよな、ここ。どうやって行ったんだろう。もう一回ゲロの道戻るか。この下に空間、あー、あれはアイテムがあったところか。あ、ここか。いや違うな。カウンター取ったら回復する能力ももらってるんで、回復させてほしいね。上には行ける、上には行けるが、下に行きたいんだ俺は。ああ違うな、なんかポリゴンの切れ目みたいのが見えたんだけど。さっき見たよな、これさっきやったよな。いや、そういう分かりづらさはしないと思うんだよな、このゲーム。一応ヒントは置いといてくれるんだよな。分からんな、あれ。全然違うところから来るのかな、それとも。一応。でもここになんかあるわけじゃないもんな。ちょっとやめるか。わからないもんな。ナーファスがあるから、あそこからどっか行ってみっか。あ、待てよ、下から行ってみる。あ、違う、ここに来るだけだもんな。ここより下はない。ここより下はない。わかんねえな。なんか戦ってない敵がいるんだったらそれとは戦いたいんだよな。まあいいや。
で、ここかな。あ、ここじゃないな。ウィシックだな。ねえ、ちょっと待って、私は今どれぐらいやってる？45分か。ちょっとここを見たら一旦枠を切り替えよう。この上は絶対二段ジャンプがないといけないだろうってとこだったから、いまだに慣れないね。ここで、こっからどっかに繋がってるんじゃねえのと思ってるんですよね。上があるんだよな。でも登れないな。ここをなんとかしたいんだよな。どっかから登れんのかな。でも多分そこだよな。さっきのもうそうだけど、まさか三段ジャンプがあるとか言わないよな。この上のあたりに実は空間がある。これを登った先に、通せんぼされちゃってる場所があるんですよね。あ、やべ。で、それを開けるのが反対側からなんじゃないかなと思ってたんですけど、あー、なんかできんな。あれ、なんかできなくなっちゃった。ここをやっぱ反対側から開けるようになってんな。そうだよな、こっち側から登ってこれるんだと思ったんだが、ここか。この上がある。いや、そんな感じじゃないな。やっぱ向こう側からだよな。結局ここも分からずじまいか。二段ジャンプを手に入れたらこっち側に来れるんだからと思ったが、他の行き方がある？なんかこの辺道があるけど、行ったことあんのかな俺こっちに。マップを読み込んでないだけか。一旦行ってみるか、あっち。高いところからどっかに降りてくるだったら、この辺まだ治安悪いんだった。あ、まだダメか。
向こう側に今の俺の能力じゃいけない？まだいけないか。やべ、まあいいや。この上あたりかな。そうだな、なんか行ったことあるんだろうけど、どうやって行くんだ。この上だな。あー、なんか覚えがあるな、この辺は。なんかアイテムがあったんだっけか。でもあそこと違うんだよな。ちょっと一旦こっから、あ、なんかある。何やここ、来たことあんのか俺ここ。あ、アイテムがある。来てない、来てないぞここ。なんやここ、めっちゃアイテムあるじゃん。あー、一回死のうか。んー、これ死んだ、死ぬだけ、死ぬだけだな。あー、こっちで、ここを、こ、うん、違う、こうで、こうか。あ、こういうジャンプできるんだ。装備品だ。あー、こういうのがね多いんですよ。え、じゃあちょっと三段ジャンプできんのかな。ちょっと待って、あー、いや、三段ジャンプはできないな。で、帰ってきました。多分ここはこれで OK。 あっち側だな。ずーっと壁に邪魔されるかな、このまま。あ、いけたいけた。こっち側も飛び降りてみる。なんかある。あー、ちょっと待ってくれー、死のう。あ、しかもここでオッケーだった、優しい。あ、こういう、あーん。やっぱりこっち側か。ここで5分になりそうなんで、一旦ここで枠を切り替えようと思いますので、もしよろしかったらその方お待ちください。すぐに再開いたしますので。では、お付き合いいただきありがとうございました。